あなたは絶対合格できる,できるどうもい場所おりです今回ですね2021年度でですね京都大学工学部に合格した安部博文くんに来てもらいました よろしもともとはい、あまょうだい、まあ、でも、うん、まあ3割とか取れたりとか数学はもう2割みたいなぐらいしか取れなかったけれどもちょっと理系が今年ぶっちぎって、うん、結構もう余裕の合格を果たしちゃったっていうことでですね今回は、まあ、私のチャンネルでもいろんな数学の動画配信してるんですけど今回はもうぶっちぎりたい人のための もう余裕で京大東大医学部合格しちゃいたいよって、もうしちゃうよみたいな人のための動画をちょっと送らせていただきたいと思います。はい、はい、ということで、ちょっとどれぐらい今年ぶっちぎっちゃったかっていうのを、ちょっと教えてほしいんやけど。うんはい、今年はぶっちゃ、ぶ、あの。今年は実際どれぐらい。取れたん、はい。本番では4巻1巻で、四巻一版で、七十パーセント。おお、はい。ぐらい取れたと。はい。そうですね。うん、まあ過去問解いてるときは、五巻、五問巻と、一問部分点で。 90%ぐらいは取れた時もあります。えー、満点に肉薄するぐらい。ほぼ満点ぐらいはい、えー、そうなんだ。で、無茶できてる。まあ兄弟って6代あったら、うん、まあ2巻に反すれば合格す合格点には行くんですよね。うんうん、ただ、もうそれをまあ2倍ぐらいできていることになるのかな。うん、はい、そうですね。うん、ってことで、まあ無茶くちゃできるようになってるんですけど、もともとはそんなにできたわけじゃ。そうですね。もともと本当にもう兄大の過去問でも。 二十パーセントぐらいとか、うん、いってい一問関答、時にはゼロ間みたいなことも全然ありましたうんうん、うん。もうそうそう。だってね、安倍君ってこう入塾してきた当初は、うん、あの教科書レベルのあの白チャート反復したと思うけど、うんはい、まあそれですら別に最初から完璧に解けなければ、ね、全然解けないものも普通にありましたね。<laughs> はい。もと、うん、数学ってどういう風にどれぐらいの実力があって、うん、それがどあの元々どれぐらいの実力があったの数学。うん そうですね。まあ、その学校が一応新学校だったんで、うん、まあなんかいろいろ教材やらされてでも特に一冊徹底的にやったものもなくんかとりあえず授業で受けたままでとりあえず頑張って解いて、うん、まあ当たれば当たるし、うん、まあ取れへんかったら取れへんしみたいな結構ムラがある状態でもありましたし散らかしちゃってた。まあそんな感じですね。そっから本当に、まあ、その状態だと、うん、2>, まあ2割から上がんなかったけど。うんうんはい じゃあこの一年でどれぐらい参考書やったのかって言うの言ってもらっていい？とこの実力アップ問題集はもう徹底的にやってもう当然も完璧いつも満点でそれに加えてとプラチカっていう教材の数学三の問題これだいたい百題ぐらいはいでそれに加えて世界一わかりやすい教大数学っていう教大の過去問百問ぐらい載ってるやつですね黄色いやつねはいそれもやりましたはいであとは マセマの難問っていうものもうん、えっとズルカップの次のレベルの教材なんですけど、うん、あれも100題ぐらいですかね。うん、でその4冊実力アップとその残りの3冊って、うん、問題って1台あたりどれぐらい時間かかってた？そうですね、うん、もうあのどの問題もテストで出されたら、うん、5分で全部の回答をスラスラ書いて、うん、5分ちゃんとまる はい、取れるまでやりました。まあ普通だったら一台とくの20分とかねかかる問題だけど、ね、まあそれが5分で瞬殺できるぐらいまで反監、はい、してたっていうことですね。はいはい、そで,ねでそれもやってあとはもうプラスで京都大学の25か年をやりました。うんうん、25年分、はい、やりましじゃあほんまに京大とか難関大レベルの,数学のレベルの問題をそ,、ね、そのレベルの問題で多分800台ぐらい。うん うん、はやったと思います。そう、私たちいつもね、その白チャートとこの実力アップやっていこうねってふうに言ってるんですけど、うん、この実力アップ問題集で400、40台、450台ぐらいあるんですね。うん、だからそれの大体も2倍ぐらいやったということですね。はい、すねなるほど。なんか私が受験生の時はこの実力アップ問題集を完成させるところまでで止まったので、これで勝負することになったんですけど、うん、そこからさらにこうプラス300台をやっていたっていうのは、まあ確かに。 まあ、そんだけあったら、確かに合格できそうやなって思うけど、でも実際これやるの結構きついよ。いや、めちゃくちゃ。そうですね。きついよね。簡単ではなかったですね、やっぱり。一問一問が重いので。そうだよね。必死にやりましたね。だから、もともと教科書レベルの問題。でも、完璧に解けた、解けなかったところから。この一年で、それを。やり切ったっていうのって、何がコツやったん、一番。それは、えっと。単純に、ただ。合格の取るだけじゃなくて。塾の創始者の先生。が。 全国もしぶっちぎりでトップ取れたような数学力っていうのを自分も思う絶対そこまでいきたいなって<ー>そのレベル、ね、その景色を見てみたいと思ってむちゃくちゃゃく頑張りました,、ね、<laughs> ただの合格ではなくて、はいそうですね、もうトップで受かるぐらいの気持ちでやりましたそれで偏差値70レベルに成績が伸びたということですね、うんはい、そうやって本当に南極老人のレベルで勉強していこうって決めて。うんはい 800台完成させてってやって、うん、もう最終的に本当にどういう感覚っていうか、はいうん、どれぐらいの数学に対してはその実力にななったのかな、うん、もうどの問題も自分がやった問題に見えるようになってそれがまあ点数でいうともう4問完と1問部分点70%とか取れた時はもう5問完と1問部分点で9割ぐらいとかまで取れるようになりました。はい、だから本番で 満点取りりに行くつもりだったんでんちょっと満点取れなかったのはちょっと悔しいところなんですけどいねじゃあこんな感じですね阿部くんが実際勉強していたように一冊を徹底的に完璧にすることで第一志望校に合格した受験生というのも本当に阿部くんだけではなくってたくさん本当に今年も受験生を見送ってきています。うん みんなもです、ね、大学展勉強法の通りにまずは自分ができる一冊からですねしっかり反復して完璧にしていってもうその問題はテストをいつ出されても満点取れるっていうぐらい、うん、徹底的にやっていてもらえれば大学展合格をこれから1年で 取れるためのです、ね、時間が過ごしていけると思いますのでこれから1年で大志望校に合格したいとかこの1年でぶっちぎりたい全国1位のレベルを目指せるぐらいやりたいっていう受験生はぜひですね m r、はい、テップアップに直接足を運んできていただけたら、はい、もう優しくでもビシバシでも応援させていただいてますので、うん、ぜひ m r、えー、テップアップまでお越しください。 塾のことを詳しく知りたい方はですね、資料請求無料に取り寄せていただけますので、概要欄の URL クリックして資料請求申し込んでください。で、ミサステップアップではですね、今年度の新規通塾生通信生を募集中です。通塾の場合は無料の無塾説明会、通信の場合はオンライン講座説明会させていただいてますので、そちらも概要欄でページクリックして詳細ご覧ください。ということで、あなたは絶対合格できる。 みんなで合格,合格岩正折でした。バイバーイ。